こんにちは、かおりんです。今回は時々しているお酒を飲みながらの雑談を投稿します。かなり久しぶりです。じゃあ動画始めに、まず先月3月の23日かなをもちまして、そこから動画投稿の5年目に入りました。はい、おめでとうございます。といよいよ5年目です。長いかしら、長いかな。なんか私にとってはまさか動画投稿5年目に入るとはというぐらい、当初よりもかなり長い間 YouTube への動画投稿ができてるなというふうに思ってます。はい、まあ、それと並行して社会人もこの4月で5年目に入ります。そう、社会人ももう5年目かというふうな感じで、まあ5年目の節目で私と今年度転勤しました。そう、転勤して、まあ、ちょっと周りの環境だったり、職場のちょっとメンバーもガラリと変わって、本当に新しい春、新年度が、まあ、訪れたなというふうに感じてます。新しいことが多いので、もちろん環境もそうなんですが、まあ、慣れないこともまだまだ多くて、例年通り、まあ、スムーズにいかないことも多く、まあ、忙しいなと感じることが多い4月なんですが、と周りの方にかなり支えられて、頑張ってます。はい、頑張れてるかなというふうに思います。うん、はい、そして今回の投稿はまたまたちょっと節目に近いんですけど、動画の投稿本数が100本目です。もう100本か。長い長い道のりだったような気もしますが、けどいよいよ100本、100本目、3桁に突入です。そう、だからなんか90回目以上を超えたあたりから100本目は雑談系の動画にしようと決めてたので、ちょうどいいタイミングでこの動画が撮れてます。よし、じゃあ今回のお酒、じゃーん、ハイボールハイボールなんですけど、まあサイズがちょっと大きめかな。これなんだっけ、あ、500ml のものをちょっと買いました。ちょうど今日が4月の7日で、まあ、金曜日ということもあり週末なので、ちょっとロングサイズを買いました。はい、それプラス飲み物が、まあ、いつものこのハイボールと、食べ物はちょっとあまり可愛らしくないものを購入してしまいましたが、じゃーん、カラマヨジャイアントコーンジャイアントコーン、ちょっと塩味っぽいものが食べたかったのでこれにしました。カラマヨということもあって、からしとマヨネーズの味です。はい、ちょっとじゃあ一口飲んでからこれは開けてみます。週末です、乾杯。
この瞬間疲れが吹っ飛ぶんですよね。あ、仕事疲れたなと思いながら、まあ、この一杯をすることでまた月曜日頑張れるというかね。変わらず美味しいです。あ、そういえばコースターどこにあったかな。いつも使ってるコースターが行方不明。コースターがないな。あれ、どこやったかな。ちょっとコースターが行方不明というね。もう木製だから下に当てたら音が鳴るのがね。ちょっとコースターがないんで、いっか、いっか、よくないか。けどちょっと置けるものがないので、優しく置きます。じゃあちょっと雑談を始める前にジャイアントコーンも開けようと思います。ちなみにこれは、ローソンで購入しました。よいしょ、ジャイアントコーンが入ってます。こんな感じです。ジャイアントコーンですね。いただきます。あ、ちょっと今パソコンが鳴っちゃった。すいません、今パソコンをちょっと起動させたんですよ。うん、ややツンときますが、そんなにきついわけじゃなくて食べやすい。もう一個食べよう。あ、2個目は結構ツンときた。場所によるんでしょうね、このからしのつき具合の。美味しい。お酒に合います。ちょっとタオルがあるね。手を時々拭きながら。しょ、これこっちに置きます。こっちの子。よし、じゃあ雑談を始めようと思うんですが、いつも、雑談はあんまり得意な方じゃないので、ちょっと補助材としてこの私 YouTube ノートに、まあ、雑談内容を少し書いてるので、まあ、これに基づきながら投稿します。で、毎回してるのが振り返りなので、前回の雑談動画から振り返りをしようと思います。結構昔ですよね。あ、そうそう、と雑談動画はいつもパソコンとか歴代のスマートフォンでインターネットに接続して、そう、自分自身が自分の私の YouTube の YouTube ページ、マイページ、マイページって、まあ、動画の管理ページを見て、そう、一覧が見れるような状態にして、振り返りをしてます。そう、あ、前回は86回目の投稿が音フェチ、音フェチ動画のくくりで雑談をしています。そう、あ、半袖着てるから夏、8月23日に、まあ、前回の雑談動画を上げてます。そして87回目が、これはスマートフォンを新しくしたばっかりの頃だったので、その新しいスマートフォンで撮影の練習をしてます。撮影の練習にって書いてるんで、その前にもかなり昔撮影の練習をしたようです。そうそう、ただちょっと練習をするだけだとあれかなと思ったので、焼きそばを食べてますね。何の UFO、 そうそう、何だったかな、魚の粉末
ちょっと鰹節っぽい感じの風味が美味しかったんですよね、この焼きそば。だからひと夏に多分3パックは食べてますね、これ。美味しかった、これ。また食べたいくらいです。焼きそばはなんかなんかシーズンごとなのか定期的に限定もの、辛い味とか甘い味とかいろいろなちょっと味に挑戦していて、割と挑戦してますね。で、88回目はショートビデオの、これは春分の日、違う春か秋と秋分の日、秋分の日を動画に、ショートビデオ短編の動画にしてます。これなんだったっけ、これなんだったっけ、おはぎじゃなくて、おはぎ、これなんて言ってたかな、おはぎじゃなくて、ちょっと動画見てみよう。あ、ぼたもち、ぼたもちだ。そうそう、ぼたもちを作るところを題材に動画を撮影しました。かなり母に協力してもらった記憶があります。いつもこういうものって協力して作るんですけど、この日は私は撮影に専念して母がかなり頑張って作りました。時々途中でお手伝いはしたんですけどね。そして89回目は、美術館へ行こうのシリーズでミケランジェロ展に行ったことを短編の動画にしてます。私、美術館に行くこともすごい目的として楽しみにしていることなんですけど、美術館を訪れる前にカフェに行ったり、その帰りにランチをしたりっていう、その一連の流れがとても好きで、なのでそういったところも動画に入れて、後で見返した時にあそこのコーヒーが美味しかったなとか、あそこのなんかクリームコロッケが美味しかったなっていうのを記憶してまた行ったりしてます。美術館へ行こうのシリーズは自分が投稿したものの中で一番見返す機会が多いですね。そう、そして90回目が音フェチ動画で、マニキュアの瓶を使った音フェチ動画ですね。私、音フェチ動画にハマった頃、音フェチ動画というものがあるのを知って、で一番綺麗だなと思った音が、そのガラスが触れる音、特にマニキュアのこのガラス瓶がカチカチ音って気持ちがいい、心地がいいし、あとすごく綺麗な音だなというふうに感じたので、いつか自分自身もこれを題材に動画撮ってみたいなと思っていたので、実現した動画。で、91回目も特別動画で、これは絵本の朗読をしてます。幼稚園生の頃好きだったグリとグラのシリーズを、2本立てで、朗読してます。グリグラグリグラっていうフレーズが可愛くて今も好きです。で、92回目の動画は、これもまたショートビデオで、これはもみじを探しに行ったついでに動画撮ろうと思って作った一つです。こうなかなか忙しいと紅葉していることには気づくんですけど、なかなかこう見に行こうと思い立って行く機会が少なくなってくると思うんですが、この日はたまたま休日も撮れて、思い立って、もみじを見に行くことができた。本当ギリギリでしたね。投稿したのも12月の2日だったので、それよりちょっと前に見に行ったんだと思います。見頃としてはかなりギリギリの頃に行ったんですけど、まだ落葉してないもみじがたくさんあって綺麗でした。
で次は93、94と連続でパート1、パート2の購入品紹介をしてます。ここ最近プチプラなものにちょっとハマってるというか、ほんとちょっと前はまでは島村で服を見ていてもちょっとデザインがこれはって感じのものとか、ちょっと縫製が雑なものも多かった気がしたんですけど、最近は本当になんか流行にのっとったデザインも、デザイン性の高いものだったり縫製も美しいものだったりっていうのが多くて、島村とかユニクロとか GU に行く機会がすごく増えました。ちなみにこのカーディガンも GU のカーディガンで全然毛玉にならないし、生地もしっかりしてるし、でシンプルでいろいろなものに合わせやすくて、そうすごい気に入ってるんです。で、95番目に前にジャイアントコーンを飛び行く。95回目の投稿は私服紹介をしてます。こうやって動画で見たらわからないと思うんですが、私背がそこそこ低くて148センチなんですけど、本当に自分にフィットする服っていうのが少なくて、もう何を着てもしっくりこないことの方が多いんですけど、同じような悩みを持たれている方もいるかなと思って、背の低い方である私がよくしているコーディネートを動画にまとめたりしてます、はい、そして96回目が音別動画で歩く音を撮ってみました。最近はなかなかこの歩くことにフォーカスを当てた音別動画たまに見かけなくなったんですが、3、4年前くらいは結構歩く音の音別動画が多かったように思います。特に好きなのが硬いコンクリートだったり砂利の上をヒールで歩く音が好きです。コツ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 いう音、この音が好きで、ちょうどロケーションと言いますか、私自身ヒールを履いていて、ヒールのあるものを履いていて、で地面も割とコンクリートの部分が、石だったりコンクリートだったりちょっと硬い地面を歩く機会があったので、ちょっと撮影してみました。ちなみに最上稲荷で、これは撮影をしました。で97回目が、これも音別動画で雑誌のフラッグを紹介したり触ったりしました。美人百科ですね。で何年か前にまた付録を触る音を動画にしたことがあるんですが、その時はウィズだったかな。その頃はよくウィズを呼んでいたので、そのウィズに入ってた付録を紹介したりしてると思います。最近の本当付録はどれもブランドとコラボしていたり、利便性のあるものだったりっていうので、きっと付録目当てできっとその雑誌を手に取る方もきっと増えてると思いますね。私もなんですけど。そしてここ最近の98、あと99とほぼ連作なんですけど、これは昨年から始めた新シリーズの田舎ライフの5と6を動画にしました。多分このシリーズも久しぶりに作ったもので、前回は
昨年の7月23日の夏以来ですね。夏以来に作ってみました。7ヶ月ぶりくらいですかね。季節もかなり変わって春になったので、私の生活の中で見つけたいろいろな作業を動画にしてみました。また何かこのシリーズも作ってみたいなと思います。次は初夏バージョン晩春から初夏にかけてですかね、はい、何かしたらまた動画作ってみようと思います、はい、というのが前回の雑談動画から今までの振り返りと、あと裏話的なものをしてみました、はい、また次回いつか雑談動画を撮ったら、そう、今日からまたそれまでの何か裏話的なのを、雑談にできたらなと思います、はい、あと何がいいかな、一応雑談内容ってかなり昔にちょっとメモったんですけど、昔すぎて今更言うのもみたいなのが、例えば10月末からずっと風邪をひいてたこととか、もう3月ですけどってね。そう、昨年の10月に小学生ぶり、小学校ぶりにインフルエンザ以外で重たい風邪をひいて、それが丸2ヶ月くらいずっと続いたんですよ。症状としては咳が止まらなくて、もう夜中から明け方までもうずっと咳が出て、空咳ではなくて痰が引っかかったような、ちょっと重ための咳が続いて、そのせいで喉を負傷したんですよ。痛みが続くので、見てみたら喉の奥に2本化膿したような亀裂が2本ここに入ってて、で多分咳のしすぎで、そういうことになってしまったんだと思うんですが、それがもうやっぱり咳が出るので、そこも喉もなかなか治らずで、丸2ヶ月、12月末ぐらいまでずっと声がカスカスで、時々咳が出る、12月末くらいまでそんな症状が続いてました、今はもう全然何も咳も出ないし、喉も痛くないしということで回復したのでよかったんですが、当時はすごい大変でしたね。でこれももうちょっと古いネタになるんですけど、次は年賀状を作っている時にプリンターが壊れたっていうことをメモしてるんですけど、ちょっと昔のことすぎてあんまり記憶に残ってないですね。年賀状は毎年自分の家で印刷をするので、しかもこのプリンターが壊れたの新年迎えてから気づいたので、慌てたんでしょうね、ちょうどセールをしてたから新しいプリンターが安く手に入ったのでよかったんですけど、その時はてんやわんやだったんだと思います、はい、で、あとは最近のお気に入りなんかをお伝えして、そろそろ終わろうかなと思います。何から言おうかな。じゃあこれにしよう。じゃーん。これは何だっけ、フレグランスミストです。ボディミストのようなもので、香りがホワイトムスクです。一時期石鹸の香りは今でも好きなんですけど、今一番ハマってる香り、癒される香りがこのホワイトムスクの香りで、車のなんて言うんでしょうね、このエアコンの出てくるところに刺すような香り、車用の消臭剤みたいなものもホワイトムスクの香りにしてます。
まあ、男性的とも女性的とも言えない中性的な優しい香りがすごい好きですね。あ、ちなみにロフトで購入しました。1458円で、内容量としては237ミリリットル入ってます。フレグランスミストとしては結構量は多いかなと思います。キャップがついていて、こうプッシュすると霧吹き状に出てくるタイプです。すごいいい香り、男性がつけていても素敵なんじゃないかなって思います。ホワイトムスクの香り、はい、で、あとは何にハマってるかな。ハマってるものあ、ハマってるものっていうか、ちょっとまたパソコンが鳴っちゃった、とこういったお化粧用のブラシ新しく3本ちょっと仲間入りしたんですけど、そう、まあ、チーク用のブラシと、これはあの、まあ、リップ用と、あとこれがアイシャドウ用のブラシなんですけど、友人の、 あの結婚式の引き出物の一つとして入ってました。多分熊の筆だったかな。すっごい柔らかくて気持ちがいいんですよ。あ、なんかちょっとパソコンのファンがちょっと鳴り始めちゃったすいません、パソコンも置きようか。そうで、こういったブラシ持ってないこともなかったんですけど、チークブラシ、この一番大きいのはチークブラシなんですけど、以前持ってた、まあ、これメナードのチークブラシは割とこう比べてみたら、比較してみたらまあ大きいですよね。っていうのもこれあのチークブラシじゃなくって、本当はあのフェイスブラシならしく、おしろいなんかをつけるのにまあちょうど良いものみたいです、こっちは。なのでせっかくいいサイズのチークブラシが手に入ったので、こっちはまあ本来の役目であるフェイスブラシとして使おうかなと思います。まあ、しっかりあの洗って使おうと思ってます。こういったあのブラシあると便利なんだろうなとは思っていたんですが、なかなかちょっと買う決心がつかなくて、どういったものがいいのかもわからないし、買ってなかったんですけど、まさか引き出物の中に入ってるなんて、なんておしゃれなものを選んでくれたなと思って、もう感動しました。この部分がこう丸くなっているこのブラシはアイシャドウをのせるのに本当適した形ですね。のせやすいです。そう、メイク技術がないんですけど、このブラシのおかげですごい綺麗にアイシャドウをのせることが今できています。これが今のお気に入り。あ、そうか、あとメイク関係で、メイク関係で一つ、これです。セザンヌのクリアマスカラ、クリアマスカラです。クリアなので色がないです。これなんで買ったかっていうと、私あのまつげがこのすだれのようになってるんです。普通の人だったら、まあ、日本人だと、まあ、平行かちょっと上向いてるかなと思うんですけど、私もあのラクダみたいなこうまつげなんですよ。こう下にもこたらんと向いてるまつげなので、ビューラーで上げてもなかなか上がらなくて、上がったとしてもすぐにヒューッとこうヒューッと下がってしまうまつげなんですけど、一度このクリアマスカラをまつげに塗って、ちょっと頑丈な状態にして、あのビューラーで上げるとかなり持ちが良くなるんですよ。で、その頑丈にしてビューラーで上げて、で黒のマスカラをつけると一日中こう上を向いてくれる、上向きまつげができるということを試してみたらちょっとできたので、そ
そう、今クリアマスカラがお気に入りなんです。仕事に行くときとか、まあ、ちょっとその辺にお買い物に行くときなんかは、まあ、黒色のマスカラつけなくてもこれを塗ってビューラーをするだけで目元がもうしっかりはっきりとするような気がします。お気に入りです。しかもセザンヌなんでかなり安いですよ。何円だったかな、ちょっと価格忘れちゃったんですけど、はい。あとあのお湯で落ちます。お気に入りです。とあと何かあったかな、あとはあ、そう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 、あとはじゃん知ってますかこれ、これ何か知ってますか。反対向いてる、あ、反対向いてた。これはですね、長谷園のお茶漬けに入ってる、付録として入ってる歌川広重の東海道53次のミニチュアカードなんです。かわいいでしょ、かわいいサイズなんです。名刺サイズですね。私な、何かの動画にしたことがあるんですが、ポストカード集めるのが好きで、でそのポストカードの、まあ、ミニチュアサイズってことですよね。つまりこれをあの今集めてるんです。元は弟が好きだったんですよ。だけど私が集めてるっていう、弟曰く俺も集めたいなとか言ってるんですけど、構わず私もらうっていう。これも用意してこれ、あ、以前何かの動画でご紹介したことか、これ紹介したことあるかな、この広重、これに行ってきましたみたいな動画も作ったことがあるようなないような、絵の中でこの青色がすごい好きなんですよね、絵の中で言うと。こういった版画の中にはいろいろ青色を多く使われることが多いので、36系とか53次とかかなり好きです。というのが今の何でしょうね、お気に入りかハマってるものか、今のはハマってるものです。皆さんもよかったらあのお茶漬けを買う際は長谷園のお茶漬けを購入されると、今のこれがどれが当たるかわからないんですけど1枚入ってますよ。ぜひあのコレクションしていきましょう。あとはなんか、もうないかな。まあこんな感じですかね。私が今ハマってるものとか、お気に入りのものは。あとなんかあるかな。今は仕事が一番忙しいので、特にあれですね、もう話題がなくてすみません。話題と言える話題がないのが寂しいですね。何も書いてないか、もう何も書いてないですね、これ以上は。とりあえず今日は金曜日なので、でもなんだか気持ちが浮ついてますよ浮つくなよって感じですけどね、
番好きなの金曜日のなんか夜が一番好きなんですよ。土日あるからで、日曜日の夜が一番嫌いなんですよ。次の日仕事で朝早く起きないといけないから。けどまあお金は稼いだ方がいいからね。女性でもしっかりと貯蓄をしましょう。将来何があるかわからないのでね。あと動画としては9分撮れるんですね。そうだな。転勤したので、こう仕事仲間というか人間関係もちょっと新しくなったんですけど、部署っていうかそういうものが変わったので、新しいメンバーと飲み会しようねみたいな話をしてるのが、ちょっと今癒しって感じで、それに向かって日々の業務を頑張るっていう来週ぐらいだったかな、来週末ぐらいしようとか言ってたかな。それが楽しみです。あとはそうだな、この年って いうか社会人 5年目ぐらいになると、友人の結婚をきっかけに地元の友達で集まる機会がかなり多くなってきました。で、再び地元の友達とよく会うようになったんですね。で、ランチに行ったり飲み会をしたり遊んだり、ショッピングに行ったりボウリングをしたりっていう機会が増えたこと、嬉しい嬉しいです。日々のこう楽しみを見つけながら生きてます、なんとか。一人でこうやってこう飲んでるのもね、誰にも気を使わずいいんですけどね。こういう時間もすごい好きです。自分の部屋で好きなおつまみと好きなお酒を片手に、それも大人の楽しみだったりするんでしょうか。はい、思ってたより、量が多い。まだ。これコンビニで買ったんですけど、ちょっとこう硬くてしょっぱいものにしようと思ってたんですけど、どこで買ったんかな。駅の売店で購入したことがあるんですけど、銀杏のこういう揚げたもの、銀杏の素揚げを昔食べたことがあって、それがすごい美味しかったのを覚えてる。銀杏の素揚げ、あれがすごいお酒に合って美味しかったの覚えてます。あれもう一回食べたいな。あと5分しか撮影ができない。そろそろ締めくくりに入りましょうか。はい、今回は100本目の動画です。100本目の動画もこんな風にお酒を飲みながらおつまみをボリボリと食べてしまいましたが、とてもリラックスした状態で動画の撮れるこのシリーズです。雑談の、全然話をするの得意じゃないんですけどね、うだうだぐだぐだと何かを喋るだけっていう
じゃあ5年目も楽しくマイペースに動画投稿をしていきたいと思います。これからもお暇がある時でいいので遊びに来てください。はい、それではご視聴どうもありがとうございました。バイバーイ。